今日も今星田入ってますね。枠入り順調です。はい、さあ天皇賞今スタートが切られました。やや14番の名勝ビトリアが後方から、さあそして東海帝王はまずまずのスタートを切ったんでしょうか。さあ行く行く2頭が行きます。第2コーナーここが問題、第2コーナーここが問題。東海帝王は一気に4番手3番手一気に2番手に行くのか。東海帝王現在4番手、さあ向こう流しに入っていく。目白パーマーが行く、大拓が行く、そしてピンクの帽子東証ファルコ、そして15番の東海帝王は4番手。東海帝王は素晴らしい位置取り4番手、そしてその後ろ8番のイクノディクサスが控えています。そして11番のナイスネイチャーはここ、そしてゼッケン番号7番がヤマニングローバル、カリブソングがいてミスタースペイン、その後ろが17番のジャニス、さらには16番のオースミロッチ、縦長の展開になりました。さあその後方は若干空いておりますが、ゼッケン番号5番ツルマイナス、そしてホワイトストーンがここ外の方からはレッツゴーターキン、14番のレ名勝ビトリア、そして谷のボレロ、12番のムービースターは後方から、そしてヌエボ東証も後方待機。こんな体勢3コーナーの坂を既に下っております。18頭さあ先頭はここで大角に変わったか。大角ヘリオスがスピードに流してここで先頭に立った。メジロパーマーは2番手に下がった。メジロパーマーは2番手に下がった。さあそして東海帝王は、そして東海帝王は一体どんな位置取りを取るんでありましょうか。岡部幸雄であります。インコース、インコース、岡部幸雄はインコース。東海帝王は早くも2番手に上がっている。後続の角度を一気に押し寄せた。さあ17番の大歓声、4コーナーをカーブして直線コースに入ってきた。先頭は大角、大角奮闘、大角が先頭だ、大角が先頭だ。さあまだか、帝王はまだか、帝王はまだか、帝王は2番手、帝王は2番手。外の方から懸命にナイスネイチャー突っ込んできている。ホワイトストーンもやってきた。さらにはヤマニングローバル、さあインコース懸命に東海帝王だ。東海帝王がインコースから大角、帝王、さあ SB 対決になるのか。しかし外から一気に後続が押し寄せてきた。外から一気に後続が押し寄せた。一番外からレッツゴーターキン、レッツゴーターキン、レッツゴーターキンムービースター、レッツゴーターキンムービースター、ヤマニングローバル、ヤマニングローバル、レッツゴーターキンだ。なんとびっくり、レッツゴーターキン、そして2着にムービースター。大崎翔一やった、レッツゴーターキン、大外一